はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便のシーネンシャルです。今回ですね、弊社とですね、委託契約をしていただいている、女性ドライバー S さんのインタビューをですね、何回かに分けてお送りしております。 S さん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今回はおもてなし便を選んだ理由を教えていただけますか。やっぱりあの最初の広告で見たのと一緒なところもあるんですけど、はい、まあ、あの年齢性別問わない、うんうん、そこが一番のポイントで最初選んだんですけど、ええ、まあ、仕事を続けてて、ええ、今思ってるのは、ええ、そのいろんなケアが、ええ、していただける。あ、そうですか、ありがとうございます。なんていうのかな、ええ、例えば仕事してても、ええ、元気がなくなる時もあるんですけど、ええ、そうですよね、はいはいはい、そういう時になんかでもこう、たまにこうお電話を くださって、ええ、そのちょっとずつでも話を聞いてくれるとか、おそういったアドバイス、困った時のアドバイスを、ええ、いろいろしていただけるとか、ええ、そういったケアの面だとか、ええ、あと何かあった時のこの対応がすごく早くしてくれるっていうのが私は、まあ、いいなって選んでよかったなって。ああ、そうですか。思ってます。ありがとうございます。はい、あの非常になんか褒めていただいたんで恐縮しております。ありがとうございます。はい、ということで、S さんのインタビューはまだまだ続きますが、また次回ということになります。どうもありがとうございました。はい、